はい、どうも皆さんお疲れ様でございます。スターポンです。スターポンの実況するグランツーリスポスポーツ、今回はですね、伝説のコースニュルブルクリンクの決戦ですね、ミッションチャレンジの一番最後、やっていこうかなと思います。乗っていく車は GR3 の RCF の、スイスのレーシングチームのマシーンですね。エミール・フレイレーシングの2017年モデルの車を乗って、このね伝説のコース、まあ、グリーンヒル、まあ、グリーンヘルって言われてる、ニュルブルクリンク24時間コースをやっていきたいなと思います。簡単にちょっと概要を説明していくと、ニュルブルクリンクはですね、北コースとグランプリコースに分かれてます。まあ、北コースがすごく、まあ、24時間レースのね、有名なノルトシュライフェと言われる、コースがこのでかい北コースになってます。コーナー数が172個あるっていうで、全20大体グランプリコース含めて25キロ、なんで1周だいたい8分から9分ぐらいかかるようなコースです。を4周します。でグランプリコースの方はね、あの F1 とかでも走ってるところなんですけども、こっちの北コースノルトシュライフェの方はね、非常にあの、伝説、まあ名のがつくぐらいの難しい最難関の、コースなんですけど、こちらをね楽しんでいこうかなと思います。早速やっていきたいなと思います。ハードタイヤ入っていくんですけどもね、まあちょっと1位がどれかどうかわかんないですけど、頑張っていきたいなと思います。さあ、スタートしていきます。まずは、グランプリコースから回っていきます。ここはまず S 字が結構きついところですね。だいたい130か40ぐらいで、入っていきます。で基本的にニュルはかなり、コースが長いですね。コーナーの一つ一つが長いので、立ち上がり重視で行くのが一番早いんじゃねえかなと個人的には思います。でテスト走行で走ってだいたい8分、25秒ぐらいまで詰めれたんですけども、今回コースでねかなり抜きどころがないので、どれくらいタイムが出るかわかんないんですけども、頑張っていきたいなと思います。ちょっと大話しよう、今のはしょうがない。今ね S 字のところちょっと後ろの、BRX に絡んじゃったんですけど、あそこはね4速で、行けるコースの試験ですね。でここから6速に入れて3速のレースになるんですけども、入り口で頑張りすぎちゃうとちょっとね立ち上がりに触れちゃうんで、ニュルブルはねかなり難しいですね。でここから、いよいよ北コースに入っていきます。ノルトシュライフェにここから入っていきます。かなり道幅も狭いのとアップダウンが激しいので、多分道中多分無口になるかもしれないです。頑張ってコースアウトしないようにって。基本ここはもう3速で引っ張ってきて、下ります、下ります、下ります。でここで、ジャンプします。でアクセル抜いて前が近いんでちょっとブレーキング、本当はね5速で引っ張れるんですけど、さあここから全開です。ストレート危ないんですけど行きます。まあ、近いんでね本当はね6速で行けるところなんですけど、前がマクラーレン、ここからまた、前回の区間ですね、下りです。下ってきます。で前回で行って前回で行って、ここでまたジャンプポイントなんですけど、ちょっと前が近いんで、
ほんとね、ニューロは抜きどころがないので、こうやって引っかかっちゃうとね、ちょっと大変なんですよね。ここで抜きます。で、ここから5速に入ってって、1個、4速で回ってきます。ここは1から入ってった方がいいですね。で、2速に落として、下りからのここは右のターンになります。ここはね、オーバーランしやすいんでね、しっかり減速して、立ち上がり重視で回っていきましょう。ここからは、かなり高速区間になっていきます。ちょっと安全に行きたいんで、ちょっとペース落として3速まで落としましたけど、あそこはね、4速まで引っ張れるんで、でここから一気に低速の区間ですね。2速まで入れちゃうとスピンしちゃうんで気をつけないと。路面にね、落書きとかもあるのがね、ニューレのどうやら名物らしいんですよね。一般の人がね、なんか入ってくるらしいんですよね。で、ここの上りのコーナーは内側の遠赤引っ掛けちゃうと、かなり体勢が崩れちゃうんで、気をつけてくださいですね。一応ハードタイヤ履いてるんで、2周目でピット入ろうかなと思います。で、ここまで全部グラインドなんで気をつけないと。危ないけど前でも。で、ここから全開です、全開です、全開でいきます。ずーっとここはもう6速全開でいって、いきます。で、次ここのね、左のターン減速して抜けていって、で、今度またね、ここ抜けていくと右の高速ターンがあるんですけど、近いんでちょっと減速して抜けていく。本当はね、100、200ぐらいで抜けれるところなんですけど、ちょっと危ないんで、ブレーキ遅い今のはちょっとブレーキ遅い。さあ、ここから、アダマクの街を抜けて、次名物コーナー、カルーセル入ります。これがね、難しいんですよ、ここ抜けるのが。本当はね、バンクを使ってこうやってね、石畳のところを抜けていきます。まあ、ニュルブルクリンクの名物コーナーですね。で、ここから登ります。で、ここもアクセル抜いて抜けていって、3速で抜ける、S 字なんですけども、ちょっと今落としすぎたかな。で、ここがね、一番ね、僕がオーバーランシュートしやすい区間なんで、ここは本当難しいです、テクニカル。入れなかったです。で、ここはね、本当ね、道が見えないんで難しいんですよ。で、ここはギャラリーコーナーですね。ここはなんかこう、レース中はここはキャンプ場になってるみたいなんですよね。さあ、ここからまた難しい区間に入ってきます。ここジャンプします。150の3速で抜けていくところです。ちょっと前が BMW M6 です。ここで抜けていくんですけど、ここが怖いここね、かなり跳ねます。いったここで、4速ぐらいで抜けていけるんですけど、これ抜けて、で、次はカルーセルの2つ目ですかね。コースの名前を全部覚えてるわけじゃないんですけど、2つ目です。ここスピンしやすいんでね、意外と100キロぐらいで入ってくるんですけど、この右ターン大事ですね。ストレート、この後2キロぐらいのね、長いね、ストレートが、待ってるんですけど、今ちょっとミスしちゃったんで良くないんです。ここから2キロぐらいの、ストレートが待っていますの、のインターストレートだったよね、そんな名前の、ストレート、2キロぐらいずっとストレートですから。で、ここから左に入ってきます。左です。
こんな感じで、1ラップ目が終わったんですよね。じゃあ2周目でちょっと入りたいので2回目にしましょう。今ちょっと危なかったですね前と5秒差なんですけど、グランプリコースで、差を詰めていければいいかなと思うんですけど、ちょっとタイヤもちょっと消耗してるんで、一周するだけでマシンのそのタイヤの消耗、そんなところがかなり来るコースなんでね、慎重に走っていった方がいいかもしれないですね。コースアウトしないようになるべく走っていきたいなと思います。確か2018年のニュールはポルシェが確か総合優勝したのかな。スバルの WRX も、別のクラスで、ね、優勝しましたから、残り2秒差なんですけど、ここで抜きたいな。引っかかりたくないね。でもここはね、ボムが難しい。ここはずっと3速でいきます。ちょっと2速まで落とすとちょっと怖いんで、あとはちょっともうね、タイヤが結構きついんで、縁石なるべく引っかけないようにして、ほんまに縁石もろ使ってます。怖えな。よし、あとはコースアウトしないように走っていきましょう。タイヤはかなりきついんで、下りなんて超怖いですからここね、跳ねちゃうとね、あの吹っ飛んでっちゃうんで、だから逆にちょっと入れて、燃料が持つとすごい心配なんで大丈夫かこれ。危ない。このブラインドコーナーが一番怖いですね。
先見えないわ。結構きついわ。跳ねるわ。じゃあもしすぎだ。もうちょっと攻めれるんですよ、本当は。まだ許容範囲ですね、このボスだったら。まあ、エスケープするときはかなり気を使ってエスケープした方がいいです。スピンしないように。まあ、仮にコースアウトしちゃっても、ここのコースでしょうがないんで。焦んないことないでしょ、このコースは。タイヤがきつくてしょうがないです。後ろの方が速いですね。スリップ使い出るからね、多分ね。いやー、ミスなく発進とか本当に難しいですね、このコースは。2周目ボロボロですけど、まあ、スピンしなかったのが幸いです。前に出ときたい。
僕は向こうのメルセデスの方が早いですね。なるべくノルトシュライフェに入る前に、強引だったけど前出てた。あとはスピンしないようにミスしないで走って、燃料燃料多めに積んできたから全開アタックでいきます。あ、チキン。ここまで入ってくればミスがなければ抜かれることはないところから使ったけど、後半戦タイヤが
あもう怖い。さあファイナルラップですね、集中していきたいなと思います。頑張ります。後半戦でも喋ってなかったもんな。それぐらい集中します。ここから北コースノルトシュライフェン入っていきます。また見ての通り狭い狭い跳ねるわ。狭い、やっぱね跳ねるっていうのが一番ねこのコースの難しいところかなと思います。高低差ですよね、やっぱりブラインドコーナーが多いのと高低差がすごいんだよ、本当。危ない、今グラベル落としましたね、後ろ。今のはちょっと怖かった。
いいセンター。カルーセルでスピンか。まあ、あんな感じでミスがありますから、本当ね、一周ちゃんと走るのが難しいんですよ。タイヤがもうね、後半になるときつくて、やらかしました危なかったな。もうタイヤがもうやばい、すごい滑る、滑れないもん怖くて。危ない危ない、いやー、まあ、スピン2回ぐらいしちゃいましたけど、あのでも本当、まあ、これがニュールですよ。やってて面白いもんあとは最終コーナーちゃんと立ち上がってね、あの最初コーナーもスピンしやすいんで気をつけて行きたいなと思います。いやもっとね練習しないとダメだな。はい、というわけで皆さんご視聴いただきましてありがとうございました、無事ニュルブルクリンク、優勝することができましたが、ミスが、ね、2回あったんですけども、全然あの楽しくできました。ありがとうございました。もっともっと、ね、練習していい走りができるように、頑張りたいなと思います、次回はですね、また別のコース、リアルコースの、ね、でちょっと耐久レースというものをちょっとやっていこうかなと思いますので、楽しみにしておいてください。というわけで次回も楽しみに。お疲れ様です。